森谷地区交番森谷地区交番は、茨城県森谷市中央一丁目にある、茨城県警察の地区交番である。森谷市中部を管轄する、森谷市内で最も大きい交番である。森谷駅にほど近い国道294号沿いに、一致する。1995年4月に、久保家急交番が開設されるまでは、森谷市唯一の交番であった。各種申請。 届け出事務が可能な地区交番となっている。以前は、森谷警察官幹部派出所の名称で、関東鉄道上層線の東側、森谷港2212番地7に置かれていた。また、建て替えを行うために、1981年1月12日から5月22日までは、森谷港2542番地に一時移転していた、こともあった。 それから24年後の2005年3月10日に、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス開通に伴う、土地区画整理事業により、関東鉄道上層線の西側、森谷駅中央西口ロータリー入り口と、国道294号の高天北東側に移転解所した。森谷市警官条例に基づき、周囲と調和した色となっており、2階ベランダ部は、近隣にあるつくばエクスプレス。 森谷駅の駅舎を模したデザインになっている。郵便番号302-0115森谷市の内上層ニュータウン南森谷地区のうち松ヶ丘のみが含まれる。森谷市で最も大規模区画整理地の管轄区域の狭い交番である。ありがとうございます。